がとうございます。今日はあそこに書いてありましたあの108回目ということになりました。で、音楽界から見えることって実は書いたんですが、小林さんの方から来たのは実はあの前に音楽界ではなくて、クラシックというのがちゃんと入ってたんですが、すみません、ちょっといろいろ僕の方のミスで手違いですが、あの最初に言っておきますけど、この文字は仙台から送ってきたあの文字です。仙台に住んでいる方があのここの参加者だったんですが、ちょっと、旦那さんの転勤で仙台に行ってしまったんですが、それは去年の5月なんですが、それ以来ずっとこれ毎回書いてくれているんですね。初夏、初夏、あの初夏の初夏なんですが、ということで書いていただいて、音楽界から見えることって書いてありますが、今日はあの国立音楽大学名誉教授ってカットして書いてありますが、小林美濃さんにおいでいただきました。お忙しいところどうもありがとうございます。もう去年一昨年くらいですかね、あの今日も来てらっしゃる関さんの、集まりが、関さんのというか靖国訴訟の集まりがありまして、安倍首相、とかもう元首相というんですかね、あの違憲訴訟 の、 あの集会があって、そこに行った時にですね、僕ちょっとはっきり覚えてなかったので、自己紹介の時にとかって小林さんに言われたんですが、もうここのとこ 2,3 回同じ話をしてるんですが、音楽室に、作曲家の作曲家のこう肖像画があの掲げてあるけど、あれ見て不思議に思わないかって言われて、僕全然分かんなくて、何がですかみたいなことを言ったら、あれはみんな男だって、女の作曲家はいなかったのかって言われて、そうか、そういうこと考えたことなかったなって思って、そこが始まりです。それ以来、まあ、あのあちこちでちょっとあの言いかかったり、してるんですが、という話はむしろご本人にまたいろいろ出てくるかと思うので、広島一中 の、 あの被爆者の星を見ているという本があります。これはあの今もうちょっと違う形の下の方に出ているのは 今出ている形ですが、一番上に書いてあるのが最初の版ですが、この中にとても印象的なあの文章があって、それが赤い線で囲んだところです。本文はもっと長いんですけども、広島一中の男の子が被爆して亡くなっていくんですが、お父さんにあのお家にこう連れて帰った時かな、あの浄土に羊羹はあるのって聞くんですよね。浄土って、まあ、今天国って言った方が一般的かもしれないんですが、浄土に羊羹はあるのって聞いて、でお母さんがあるって答えるんですよね。でそれを聞いて亡くなっていったという、まあ、なんともあの、あれなんですが、それが、広島一中の星を見てる中でとても印象的な話で出てきます。で、この話もまたすると長くなるんですが、このを一つのテーマにしてというか、で、あの火曜広島というのが、初めて CD になるというのがこの記事です。後でぜひまたちょっと時間かけて読んでいただければというふうに思います。それから一番最後の紙、これついこの間の東京新聞に載ったあの記事です。たどり着いた二刀流って書いてあって、松本優子っていう、女性なんですが、左側の下になんじゃこりゃって書いてありました。これなんでこの人がここに出てくるんだって思う人いるかもしれませんが、ちょっと真ん中の下に書いてありました。あの福岡県の星野村というところに、原爆の日というのがずっと掲げられています。原爆の後にあの広島の町に探しに入ったおじさんだったかな、それを探しに入った人が、おじさんもいないんですけども、地下室のところから燃えている火をカイロに入れて持ち帰ったという、それがあの星野、福岡県の星野村、なんですが、まあ、その本当だろうかみたいな話はあるんですが、それはちょっと置いといて、その
原爆の日をあちこちに実は文化文化と分けて、例えば上野の東照宮のところにもあります。でそれが、つい最近あの福島に移されるという話があったりするんですが、全国で何箇所かこう文化されています。その、日をパレスチナに運ぼうとした人たちがいて、で実際に運ぶんですが、それを映画にしたのが実は Be Free という映画で、何年か前にあのちょっと話題になりました。とても熱心なお坊さんが運んで中心になって運んでいったんですが、その時の音楽を担当したのがこの女性です。でこの松本優子っていうのが本名なんですが、今桂小澄という名前で、講座に出ようっていうんで、その記事です。でもう僕はびっくりして、まあ、しばらくいろんなところで、会ったりしてたんですが、あ広島もちょっと案内をしたことがあって、彼女和服で来たもんですからね、和服の女性を広島連れ歩くっていうのは実に大変だったなんて言うと怒られちゃいましたが、案内をしたこともあって、あの今ここに来てる関さんも一緒に会ったことがあるんですが、そういう女性が、ここでいろんなことやってますので、まあ、ぜひ、ちょっと関心を寄せてもらえればというふうに思います。ということでこの資料はそれだけです。さて次にもう一枚というかもう一つ、こっちの本当っていうかどうかしら、こっちの方が今日の、中心になる、メモ閉じてある文です。真ん中にあのお墓の写真が載っている、閉じてあるやつがあります。これはあの、さっきのところに閉じ込められなかった、NPJ の通信のを閉じてあります。それから一番最後に、死んどる暇はないという、まあ、こんなあ のも入れてありますけども、これはあの小林さんの方から話が、あろうかというふうに思います。というところで話をはあのして始めていただきたいと思うんですが、その前にいくつか、参考になる資料を配りますので、3種類ありますからちょっと取っていただいて、よろしくどうぞお願いいたします。ご紹介いただきました小林みどりと申します。よろしくお願いいたします。なんか竹内さんから本当に年末披露集を作っていただいて本当にありがとうございました。そうですね、あの先この前来た時にやっぱりこのバスのこのあれが書いてあったので、素晴らしい、あれはどなたがお書きになったんですかって思わず聞いたらご説明があって、今日もこれ帰り私もらって帰りますといいですってしました。竹内さんにあのお目にかかるご縁ができたことは、まずさっきもちょっとお話しお名前出ましたけれども、実はあのこちらにいらっしゃっておりますが、関千恵子さんの女性救助の会ありまして、そこからいろんなカラーで外交した時の1回私の竹内さんがいらっしゃってくださったのと思います。で私あの女性救助の会って入ってその直前ぐらいから実は今日身につけている救助真珠っていうペンダントを必ず身につけていろんな方の前でお話しすることにしております。これ見えにくくて大変恐縮ですが、実はあの後の方であの高麗博物館について私 NPJ 通信を書いた時にちょっと書きましたが、あのチェジュ島の、チェジュ島というすごいあのところにあのお学びに行くツアーに私参加した時に、そこで初めてあのチェジュ島に海女記念館、海女博物館かなっていうのがあって、そこに行った時にびっくり仰天したことは、あの日本があの朝鮮の植民地支配をして大変な朝鮮の方々に迷惑大変な思いをさせたってことは知ってたんですけども、そこでその抗日運動を戦ったのが実は海女さんたちもいたんだ。でしかもその海女さんたちを記念したちゃんとした博物館っていうのが中央の一角にあって、そこにあの連れてってもらってですね、すごいって思ったんですね。あのつまりその抵抗運動とかそういうことをするっていうのは男の仕事かと思ってたら、実はちゃんと女性がやって、しかもその女性がですね
とんでもない一番過酷な人生を生きている、つまり海女というあの世界で一番古い職業だそうですね。で、海の仕事っていうのは男のことっていうことも、海のことっていう言葉がありますけど、実はそうじゃなくて、一番海底が何も道具をつけずに戻って、あのいわゆる海産物を捕まったのを確保するという一番すごい命がけの仕事をする女性、しかも大体それがおあの妻であり母であるということで、それだけでも大変なのに、そこでさらに命がいくつあっても足りませんよね。命がけの抗日運動をしたのが海女さんだったっていう、でしかもその海女さんの歴史っていうのは実は日本にもあるっていうことはうすうすとは知ってましたけど、この朝鮮の海女さんの話っていうのは本当に驚きました。でその真珠にこだわるのは日本の伊勢湾の海女さんたちが、ちょっとそれも私のちょっと歴博でやることの仕事で、あの全国からシンポジウムがあって、そこに参加した時に伊勢湾の海女さんの記念館みたいなところに行ったんですけども、そこでこの九条真珠を作っているという人たちがいるということを知ってですね、日本でもあの九条を守って平和と戦争を、あの平和をなあの戦争をなくし平和を守りましょうという運動を、あのとても素敵な形でね、あの実現してるってことが分かって、でこれをともかくいくつか買って、あの大事な方に何点か差し上げましたけれども、そういう形で私もそういう海女さんのような仕事とてもできないけれど、少しでも意思表示できればいいなと思ってこういうものを身につけておりますという余計な話を出しました。でもあのこれをするとですね、なんか他のアクセサリーをつけるというのがあの不思議な力もあります。それであの今日最初にあの、まあ竹内さんとのご縁、あの関さんを介してということであのご紹介しましたけれども、あの最初に私あの言いたいことは、さっき海女さん海の仕事っていうのは男だけじゃない、女もすごいんだということを実はいろんな領域から聞き知ることができました。でその中でやっぱり私自身があの一番身近に感じられる、そしてこれこそ私がやらなきゃいけないことと思ったのは、あのさっきも出ました音楽室の方にずらりと大作曲家巨匠としてですね、壁に冷々しく飾ってあるのはみんな男で、これ見ると当たり前みたいに女は作曲できなかったのかとか、女の作曲家いなかったのかしらっていう話になっちゃうんですね。で私もそういう全然あのさっきチラリと流れてきましたけど、乙女の祈りなんてとても有名な曲、これが実は女性の曲だなんていうことを知らなかったです私自身も。それであ女性の作曲家っていうことを意識して初めて、えそうだったのっていう、でそえそうだったのが実はいっぱいありますということもあのぜひお伝えしたくて、伊藤さんにですね、そのことをあの一番はっきり、お伝えできる例をご紹介したいと思うんですけど、今日の女性作曲家への導入としてですね、今週のベラスケスという人が書いたベサネムートという実はこれは女性の、でコンシェルベラスケスっていうのはちょっとコンシェルっていう名前が男と女か分からないです、これは女性なんですね。でこの人は1920年生まれで2005年に亡くなったんですけれども、この曲をなんと1941年ぐらいのまだ若い時に作曲しました。でまあ自分はすごいピアニストでもあり作曲家でもあって歌ってはいなかったんですけども、日本ではあのトリオロスパンチョスとかですね、そういうグループで歌としてすごく有名になっています。でこのそれが、実は女性の作品であったということで、このことをまずお話の真っ暗にしようと思ったのが、あの私が愛読している報道新聞東京新聞の、2020年9月15日ですから4日前の長官の明け暮れという同書欄にですね、あの75歳の職の方がですね、いつも朝あのこのコロナ禍の中でウォーキングをして体を鍛えていました。でその中でですね、ある日その中でいろんな音を出す練習してる人もいるんだけども、ある日ベサメムーチョの曲が流れてきた。
私には幼い頃から母の鼻歌で聴き知っていた懐かしい曲、入り口のメロディーは幼いながら入り口のメロディーは幼いながら口ずさむことができた。母が亡くなって20数年、口にすることも耳にすることもなかったぞ、雑木林のを歩きながらお母さんをすっかり忘れていてごめんなさいと胸が熱くなった。で、奏者に母との思い出の曲であると話した。以来練習曲の間にベサメニーチョを必ず演奏してくださるようになったと、そういうことが書いてあってですね、しばらくベサメニーチョのことを私忘れてましたけど、あ、これだと思って、今日まずね、実はこんなのもう女性の作品なんですよということを知っていただく一例としてご紹介します。で、実はこれそのコンシェルジュ・ベラスケス、この人はメキシコの女性なんですけど、すごいピアニストです。ピアノ曲に編曲してジャズのようにというかですね、すごくかっこよく演奏している、なんか古いなんていうかテレビの合間に出たビデオをちょっと録画できたのがありますので、それをちょっと最初にお見せしますね。参加したんですけど、そこで本当にびっくりしたのが、この最後に
書いてくださったこのカラーのですね、あのチラシなんですけれど、深夜映画祭大阪しんどる暇はないという、これは、別の松永澄子さんという何代の監督の映画でも残念ながらなくなってしまいました。ないと並んでですね、勇気ある外交官ディアナ・アプカーという、勇気ある外交官ディアナ・アプカーというタイトルで、短編のアンケートの古い写真と、残っている絵を元に作ったアニメ作品なんですけれども、こちらはですね、アルメニアという国、アルメニアというのは当時の、まあなんていうか、パレスチナみたいな、本当にディアスポラのですね、難民たちの層がいっぱい、まあ、暮らしていたという、ものすごく悲劇的な土地だったそうですね。で、そこの、難民たちが、人たちが自由なところに逃れられるようにということで、このディアナンカーという人は、外交官というか、夫の仕事のついででしたっけね。横浜に長くいた、つまり日本に在住していた女性なんですけれども、その横浜から、自分の資材を投げ打ってですね、アルメニアの人たちにものすごく、もうそもそもアルメニア出身の女性ですから、アルメニアの人たちに、まあ、お金もいろんなものを協力して、たくさんのやっぱりその外交官としてのその、許可証みたいなものも発行したというすごい人がいたんですね。私は杉原千畝の名前よく知ってますよって言ってますけど、こんなの外交官でもこんな人がいたのってびっくりしました。で、ただしこれは日本政府は女性と女性であって、その外交実績がないからって外交官という名称を認めなかったとって言うんですけれども、これも本当に素晴らしい発見だったと思って、実はこれを作ったのが孫娘、このディアナプターのお孫さんにあたる人が今一橋大学の、社会の研究のところに在学していて、自分のおばあちゃんがこんな人のことを全然知らなくてびっくり仰天したんです。それで今その一生懸命このフィルムにも関わりながら研究をしているということで、まあ流暢な日本語で当日その映画さんの時にコメントしてくださったんですけど、私はあれは一つすごく興味深い研究資料ができたと思いました。というのは、実は私アルメニアにも何も関係があるわけではないんですけども、私が今一番関わってきたっていうか、40年代一番 大変な女性作曲家と思っている人、トリーヌ・ビアルドという人がいます。今お配りしているそのガイドブックのですね、12ページですかね、に載っかっている人なんですが、はい、ここに詳しく書き作っておりませんが、このビアルドという人は本来すごいオペラのスーパースターですけれど、ピアノも素晴らしく達者でですね、それからいろんなオーケストラ的なオペレットとかそういう管弦楽作品なんかも書いているんですが、この人の作品にどういうわけかアルメニア組曲っていう連弾曲があるんですね。それを知って私は2012年に 2.11 の後翌年ですね、私は何とかこの
っていうことが全然よく分からなかったんですよね。だけどその後でどっかの何かのやっぱり憲法の習慣かなんかっていうアルメニアっていうのは当時ヨーロッパでどういう意味合いがあったんでしょうかみたいにすごくお粗末な恥ずかしい質問したら、なんかその担当者の方もよくは分からないけど、要するにいろんな悲劇が集積していた場所であると、ということを聞きました。それでコリンズ・ギャルトはとにかくヨーロッパ中を攻め抜って、小さい時はアメリカにもいて、とにかく国際的な人脈というか感性の持ち主で、生涯の半分以降はロシアのツルゲーネとか彼女にストーカーのことを聞きまたるような大ファンじゃんですから、ロシアとの関係もあるし、もうとにかくその中東中央との関係も大きかった深かったということもあって、でアルメニアっていうところは大変だという思いがあったんだと思いますので、スイートアルメニエルというそのフランスのタイトルの後に非常に無心な福田がついていて、カンメーンって、まあ、なんて訳したらそれでもやっぱりっていう何とも言えないその言葉がね福田についているんですね。でその時私はその何とも言えない慎重なカンメーン、それでもやっぱりという福田がついてるみたいな、それだけしか書けなかったんですけど、一体これはどうしてこういう曲が生まれたのかっていうことをですね、さっきのそのディアナ・アッカーのお孫さんのアルメニアの女性がイスクスパテにいるっていうことも聞きましたし、それから六本木の近くにアルメニア大使館というか文化館みたいなのがあるというので、そこにも行けばもしかしてこういう音楽の関係もわかるかななんて思って、これをこれからの課題にしようかと思っているところです。はい、まあ、そんなことがいろいろありまして、今この資料をお見せしたんですけれども、後でコリーヌ・ギャルトについては最後にちょっと、まあ、彼女の非常に素晴らしい作品を映像で見ていただこうと思います。で続けていきますと、たくさんこの竹内さんが NPJ 通信っていうのを紹介してくださいましたが、実はこの NPJ 通信ってネットの、まあ、特に人権派の弁護士さんたち、あずさわかずゆきさんとか、それから慰安問題とかについて、それから原発問題についてものすごく関わって、なくなってしまいました。ですに加藤さんとかがですね、そしていらっしゃる NPJ 通信というのがあるんですけど、
一応ものすごく当時から批判されてます。普通から考えたらものすごく高額な報酬を毎月いただいたので、それをまあずっとある意味あの貯めておいてですね、あの何かに役に立てること立てることをしたいと、まあそう思ったよりもむしろ自然にですね、あの全然名前も知られていない女性の作曲家を世に知らしめるのは絶対まずこれはあのコンサートで実際にいい演奏で聴かせることが何より効果的だと考えたものですから、そのため の, あの資金にしようということで、おかげさまで NHK の受信料からいただいている定員のご寄付とか少しは社会関連できているかなと思っています。それであのそのことをから経営委員会 で, で の, この, あの私がもうなんか勇気を振り絞って発言したこと、何しろ自覚のないものですから、あんまり余計なことをごちゃごちゃ言うなみたいな雰囲気もあってですね、だけどどうしてもこれをやらなくちゃという、例えば慰安婦問題で NHK があの番組改編をしましたね。でそれに基づいてあの裁判沙汰になったんですけども、その裁判をしたのってことは一言も一番重要な NHK の委員会で報告しないんですよ。どうして今裁判あの東京、東京地裁で高裁で NHK 非があると言われたのを控訴してあのしたっていうようなことがありまして、そういう大事なあの実情をどうして報告しないんですかみたいなことも言ったんですね。そしたらこれはあの今言われてしまいましたけれども、そういうようなことを言ったことがかろうじてあの議事録に残っていたわけです。その時代あのその前は議事録本当に発言者の名前もない本当におざなりの議事録だったのが、いろいろ問題が起きてからは少し丁寧な議事録になって、その時たまたま私が居合わせたということでですね、あ、原因の中にこんなこと言ってる人いるじゃんみたいな感じでですね、あの松田博士さんとか先日亡くなられちゃったの柴田哲さんですね、あの朝日新聞のとあの松田さんですけれども、そういう方たちが、まあ、小林君とか少しはまとまるという原因だよっていうようなことで、それこそ泉さんの会とか三沢さんのところに私の名前が行ったらしくて、それで NPJ にあの原稿を書ける連載記事を載せられることになりました。でその NPJ に載せるきっかけになったのが、実は皆さんにお配りしたそのガイドブックの前身みたいな、プログラムをですね、2007年に私は国立を退職した時、あの定年退職しました。それから幸いというか NHK もあの同じ年に退職したんですけど、同じ両方ともあの亡くなったのにも聞かれたんですけれども、その時に2000あの女性作曲家音楽祭2007というのを、まあ、退職の意味も兼ねて、コンサートを12日間5日間12コンサート地元の杉並公会堂で女性作曲家ばっかり集めてやりました。その時のプログラムがこれで、これをもしあれでしたらどうぞ。そのでこれに基づいて今日私している26人を集めたガイドブックは、書いていたという感じですね。コンサートとは関係なくその後いろいろ出てきた新しい女性作曲家の情報を加えて編み直したもので、こちらはそれこそ鹿版です。あの売り物ではないので関心を持ってくださる方に差し上げているということです。でその女性作曲家音楽祭2007の方はそのもう先生の手持ちがないものですから一応見てくださいと言います。そこにその時に出演していただいた方たち、まあ多分日本を代表するような演奏家がいっぱいあの協力してくださいました。それもありましたので一応こういうことをやりましたというお知らせです。それと一緒ついでにですね、この NHK の経営委員会の委員になる直前でしたけれども、
実はこの女性作曲家列伝という本をようやくまとめて1999年に平凡社から出版できました。この時まだあんまりいろんな作品を実際に聞いたり、できてない部分でもあったんですけれども、ともかくこういう本が日本に全然ない、あっとしても怪しげな翻訳だったりとかですね、ちゃんと真面目に考えて書き下ろした本っていうのはなかったものですから、これを出版しました。ところでこれ一応サウンズにまでは行ったんですけど、今もう全然増幅してくれないので、芸能者も全然興味なくなっちゃったので、これ今は全然手に入らないものですから、この会の主催の人は竹内さんに寄せて、贈呈しないと思っていたんですけれど、それも叶いませんので、一応こういう本ですということで、ご覧ください。はい、でそれの最初の方に、例えばこのガイドブックでは触れられなかった、古典派より前の時代、音楽の関係の方ならお分かりと思いますが、バロック時代とかですね、17世紀の時代とかのそういう古い時代の作曲家も何人か、最初に取り上げてあります。それから、最後の方に日本の女性作曲家の賞を取り上げました。このガイドブックの方は私は日本のことを特別やってるわけではなかったので、一般的に音楽というと西洋クラシック音楽ということになっているので、それに即してその時代一番一般的な時代の作曲家ということになりましたが、この列伝の方では女性作曲家の日本の女性作曲家の賞もあり、それも大変皆さんに喜ばれると関心を持たれたみたいです。その中に例えば今日も触れますが、吉田孝子のような賞ももちろん書いた人も触れられております。それでですね、さっきお話ししましたその NPJ 通信に、これが始まったのは2008年だったと思いますけれども、ですからそろそろ12年経つんですけど、最初のうちは1ヶ月に2回ぐらい更新してたんですけど、今はもう1年に3回か4回しか更新できない。ただそれでも72回ぐらいは更新してきて、少し何かちゃんとまとめなくちゃと思っているところなんですけれども、自分でも最初のうちはこの SPJ 通信に何を書いたらいいのかなってすごく迷ったんですけれど、もうこれはその通り自分がやってること関心のあること全部ごちゃ混ぜに取り上げて、その都度そのアクチュアルな行動とか意見とか情報も織り交ぜて、自分の考えを書くしかないということで、ずっと続けてきました。で今日いくつか5回分ぐらい竹内さんがコピーしてくださったのは、なんかすごいさすがっていうか、私絶対これはと思うもの全部ちゃんとコピーしてくださってですね、大変興味深い、自分で言うのもおかしいんですけども、読んでいただければ嬉しいと思う回の、通信が、読みやすい形で全部コピーしてここに今日も資料を作ってくださっておりますので、それ今おこもりの多いと思いますので読んでいただければと思います。それからこのガイドブックの方もですね、なんか一見すると小さな字で、それから下の方はもう4文字ばっかりでですね、大変読みにくいと思われるかもしれませんが、下の方はこう参考文献とか出版されている出ているディスコグラフィー CD 一覧とかですね、楽譜とかそういう情報が入っておりますが、1日に1人ずつぐらい勉強するそのみたいですね、このガイドブックも読んでいただければと思います。それで今日45回40回目に書いたものをそこに載せておきましたけれども、だから資料集の方はちょっといろいろ載ってます。まず最初にですね、その NPJ に載せた記事からですね、そこに第45回の国際女性デーという文字が出てきてます。で私国際女性デーに関連して3月8日ですよね、この3月8日という本当にインターナショナルの国連も世界中がこぞって
取り上げる記念日です、女性のために。それを心が NHK の経営委員の時代に誰も一度も話題にしませんでした。それで私一回あのその3月8日の後の経営委員だったり、国際女性デーでも NHK が何のことを言わなかったというのはちょっと世界的に見ても異様な感じがしましたというようなことを意見を言ったことがあります。でそれと同じことはね、つい去年だったかな、あの今年あの大阪直美さんがね、大ブレイクしてまして、その大阪直美さんがこんなことになる前に去年安倍がですね、ちょっと女性政策を打ち出していたっていうので、国際女性デーですから輝く女性をご紹介しましょうとか言ってですね、いきなりその大阪直美さんの輝かしい経歴だけ、あ、経歴もあんまり言わずに何か何が好きですかとかなんとかね、あのつまらんあのことを質問して延々と国際女性デーのそれが NHK の放送だっていうことになって、それを見た、まあ、あの NHK の、いろんなことを意見を申して、日本中にいろんなあの組織があるんです。そこであの国際女性デーのあの NHK のことは一体何だっていうあの怒りの声がありました。であの私も本当にあのそういう時だけ、本当は日本人とは認めたくない黒人の女性の、輝いてる風を利用してですね、 NHK がさもやりましたみたいなね、やってる感を達成してるようなそういうことやって、本当に卑怯な態度だなと思ったんですけれども、まああのそれに比べて今年この問題ですね、ブラックライブスマターってこの問題はもう世界中の大きなキーワードになって、あの大阪直美さんが本当にあの頑張って発言しているの、これすごいことだと思うんですね。で今日も東京新聞のコラム、諸岡カリーマさんというエジプト生まれのイスラム教徒の女性がいつも大変鋭い本音のコラムを書いてますけども、彼女が改めて大阪直美は本当にすごい、ちゃんとやるべきことをあのどんなにこう、まあ、いろいろ大変なことがあるにしても頑張って言ってくれる、これを機に私たちもちゃんと女性のこと、弱者のこと、人権のこと考え直しましょうということをはっきりと言ってました。で私もよく音楽家が政治的なことを発言するのはその人が実力がないから、余計なことにね、あれを絞るんだとかね、あの音楽は音楽でしょ、余計なこと関係ない、あるうちやってればいいのよ、それなんですよ、クラシック音楽の振り分け、あので音楽と政治とか社会は関係ないでしょ、音楽は音楽よって、音楽はまるで抽象的なですねもののように取り扱うのが学校と、とりわけ音楽ダンスの教育なんかもあって、その通りでですね、作品を演奏するにしても、その作曲家やそれがどういうふうに演奏されてきたかによって、その作曲家がどういう人か、ましてそれが女性の作品を取り上げるということはまずあります。そんなことをやったら大変、あのそんなつまらんことや、つまらんものやらない、まともな曲やりましょう、こう来るんです。でまともな曲って何だろう、つまりよく知られているという、それでしかないんです。そういうのを何回もそういう説明を聞きました。まあ、そういうあのことがあって、本当にあのスポーツだけじゃない、文化も音楽も、それから広く言えば芸術とか歴史とか学問って、もこれみんな実は男目線で語ってくれているんですね。女性の視点がほとんど入っているんですよ。女のやってることはもう見えないこと、産んだり育てたり、ご飯を毎日作ったりお掃除したり、それで十分だってことになっちゃってるから、女性の 実力、実績が何も残らないという、それに大変、まあ、もうずっとその国際女性デーはようやくあの世界中のとりわけは欧米系の人がリードして、あのインターナショナルな記念日になりました。でそのことを、祝った会がそこに書きましたが、次のところに書きましたね、国際女性デーの、国際女性デー100年の歩みというあの DVD が、あの映像が、国際女性デー実行委員会というところが編集してですね、2010年に
あの国際女性展全日本大会とかっていうところでそれが上映されました。でその時に私もちょっとそこの、女性隊、その国際女性展の会に関わってる方と知り合いになった時に、あ、どうせならエセル・スマイスというイギリスの女性作曲家がイギリスで女性参政権運動を求めて、一旦作曲活動を停止してですね、あの参政権運動に邁進したという時期になりました。でその時にあの日本の女性参政権運動なんかと違ってものすごくそのイギリスは過激な実力行使でもってですね、それこそ官房長官の官邸に厳しいようになったんですね。で前線を切っちゃうとかですね、もうそういう実力行使しなきゃ奴らはわからんという感じでですね、でそういうあの激しい行動をした女性参政権運動をあのイギリスで展開されていたんですけれども、その時に、その女性たちをリードするということを鼓舞するあの行進曲、マーチングのリング、女性たちの行進という曲を、合唱曲としてですね、オーケストラ版と、まあ、ピアノ版と言うんですけども、で作曲しました。でそれをこういう音楽があるから当日あの合唱団の人に皆さんにこれ歌ってもらってくださいって私は言ったんですけど、そしたらこれ英語ですから英語の歌をいきなり歌うことなんかで難しくできないと言われたものですから、それじゃあしょうがないから CD がありますからね、この CD を流してくださいねとお願いしましたら、その通り流してくださいました。でその後日その記録映画ができた時にその CD が最初にもう、それから最後にもちゃんとクレジットを踏んでてですね、これはどういう人、どういう曲ですということが書かれています。でただ最初から最後にそれ流しっぱなしでちょっとね聞きづらくなっちゃったんですけれども、このビデオはなかなか国際女性での歴史を知る上であの貴重なビデオだと思うので、まあすでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけども、絶えずその曲がまあちょっとビデオが流れてます。2010年は国際女性デー100周年です。1910年、今から100年前に始まった国際女性デーの歩みを、女性参政権の運動を励ますために作られた女性たちの行進に乗せて振り返ってみましょう。1911年に戦う作曲家エセル・スマイスがこの曲を作りました。20世紀の初めヨーロッパやアメリカでは女性労働者が急速に増加しましたが、ごく一部の国を除き選挙権もなく母性保護も確立されていませんでした。1908年不況にあえぐアメリカでは、アメリカ社会党の呼びかけで女性たちがパンをよこせ参政権を与えようという大規模なデモと集会を持ちました。1910年、デンマークのコペンハーゲンで第2回国際社会主義女性会議が開かれ、アメリカ社会党代表の提案を受けてクララ・ゼトキンらが国際女性デーの決議案を書き、満場一致で採択されました。国際女性デーの始まりです。翌1911年、初めての国際女性デーがドイツ、オーストリア、デンマーク、スイスで開かれ、次々と広がっていきました。第2回女性会議では国際女性デーの決議とともに平和のために戦うことを特別決議しましたが、1914年7月に第1次世界大戦が勃発します。1917年3月8日ロシアの国際女性デー、戦争反対、夫や息子を返せ、パンと燃料をと要求してデモを行いました。この戦いがロシア革命の序曲となります。1921年に開かれた国際女性会議で、この記念すべき日、3月8日という日を世界共通の国際女性デーと決めました。ヨーロッパではファシズムが台頭していきます。
戦争反対の声が高まる下で、1934年、戦争とファシズムに反対する国際女性会議、1938年、平和と民主主義のための世界女性会議が開かれます。1940年春にはヨーロッパの大部分がファシズムの手に落ち、翌年12月8日には日本がアメリカ、イギリスなどに宣戦布告、戦火は全世界に広がります。国際女性デーはファシズムに勝利するための意思を固め合う日として、ナチ占領下の国々でも、さらには強制収容所に囚われた女性たちの中でも取り組まれ、戦争反対のレジスタンス運動の広がり、女性たちの戦いはやがてファシズムに勝利する道を切り開いていきました。日本では国際女性デーはどのようにして始まったのでしょうか。1868年、明治維新によって近代社会の幕を開けた日本、天皇を頂点とする明治政府は民衆の代表ではありませんでした。そのため自由民権運動が起こり、秩父公民党などの世直しの運動が各地に広がる中で、女性の解放を求める運動が進みました。急速に発展する日本の資本主義、農村の女性たちが紡績や製糸工場で働くようになり、女性労働者の数も増え、日本最初のストライキを決行、勝利させたのも女性たちでした。1894年日清戦争、1904年日露戦争、戦争反対に立ち上がる女性たち、これはその中の一人、福田秀子が独力で発行した日本最初の社会主義の立場に立った雑誌です。1911年、原始女性は太陽であった、政党が発刊され、封建的な家族制度の下で苦悩していた女性たちの熱い共感を呼びました。1918年、シベリア出兵に伴う米買い占め、米価暴騰に対して富山の漁村の主婦たちは立ち上がり、その日は全国に広がります。平塚らいてうや市川房枝らは1920年、女性参政権獲得の要求を掲げて新婦人協会を設立。一方、社会変革と結びつけて根本的な女性解放の道を探ろうと、1921年、山川菊江や酒井真柄たちによって赤欄会が結成されます。この赤欄会など4つの女性グループが準備し、日本で初めて国際女性デーが持たれたのが1923年、大正12年3月8日です。最初の国際女性デーは超満員、熱気にあふれたものでしたが、右翼団体の妨害と警察の干渉によって40分で解散させられてしまいました。厳しい弾圧の下で公然と集会を持つことも容易ではありませんでしたが、創意ある活動を展開、女性デーはしっかりと根付いていきました。とりわけ日本労働組合評議会傘下の婦人部は、産前産後の有給休暇と手当、生理休暇の獲得、男女同じ労働には同じ賃金をなどの要求を掲げ、活発に活動しました。女性デーは1932年の関東消費連盟婦人部主催の集会を最後に、大衆的な集まりとしては持てなくなりましたが、小さな集まりを持って抵抗の灯火を守り続けました。1945年8月15日、日本軍国主義の敗北、廃墟の中から新しい日本の建設を目指し歩み始めました。1946年、宮本百合子、萩節子、串田吹など各界の女性25人の呼びかけで婦人民主クラブが結成されました。1946年4月10日、戦後初の総選挙で女性たちは初めて選挙権を行使しました。同年11月3日、主権在民の原則に立ち、
男女平等、基本的人権の擁護、戦争の永久放棄を高らかに宣言した新憲法も公布されました。戦後初の国際女性デーは1947年3月9日当時人民広場と呼ばれていた皇居前広場で行われました。職場でも農村でも女性たちが立ち上がり戦いの最前列に進出しました。アメリカ占領軍は日本をソ連や中国などに対する反共の砦にする方針を固め民主的な運動に弾圧の手を広げました。ドッジプランによる数十万人の首切りが進められようとしていた1949年、国際女性デーは142団体1万5000名という戦後最大の規模で開かれました。朝鮮戦争が始まり日本全土はその出撃の拠点にされ、憲法で戦争放棄を誓った日本に自衛隊の前身となる警察予備隊が創設されました。翌1951年、占領軍は国際女性デーの屋外集会を禁止。それでも女性たちは議員会館の面会所に集まって意思表示をしたのです。同年、サンフランシスコ平和条約と日米安保条約が締結されました。その後、日米安保条約は改悪強化され、アメリカが世界で行う戦争の最大の拠点基地とされ、沖縄県民をはじめ国民に多大な犠牲を強いています。平塚来長ら各界女性は全面講和を要望し、平和への意思を示しました。1953年、平和を願う女性たちが集まって婦団連が創立され、婦団連は国際民主婦人連盟に加盟しました。1954年3月1日、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験によって、日本のマグロ漁船第五福竜丸が被爆し、久保山愛吉さんが死亡。この事件は日本中に大きな衝撃を与え、東京都杉並区の女性たちが始めた原水爆禁止の署名運動は、瞬く間に日本全土に広がりました。日本女性の原水爆反対のアピールを受けて、1955年、ローザンヌで世界母親大会が開かれました。68カ国、1060人が集まり、日本からは14人の代表が参加しました。それに先立って、同年6月、第1回日本母親大会が開かれ、以来、命を生み出す母親は命を育て命を守ることを望みますと毎年開催されていきます。安保反対の統一行動が広がる1959年、統一した国際女性デー中央大会が開かれました。1960年、旧安保条約の改定をめぐる安保反対の国民的大闘争の中で、国際女性デーは50周年を迎えました。1962年に核戦争から子どもを守ることなど5つの目的を掲げ、全国的な個人加盟の女性団体として新日本婦人の会が誕生しました。日本の基地から米軍の爆撃機が飛び立つ中、女性たちはアメリカの侵略戦争に抗議の行動を広げました。国際女性年の1975年、メキシコで世界女性大会が開催されました。1975年3月8日、国連機関が初めて国際女性デーに取り組み、1977年に国際女性デーは国連デーとなりました。国際女性デーの実行委員会から総評が脱退しましたが、実行委員会に結集した女性たちは統一を守り抜き、息高く中央大会を成功させました。国際女性デーの集会やパレード、宣伝行動は地域でも職場でも行われています。そして世界のさまざまな国で
女性が戦いの先頭に立ち連帯する日として国際女性デーが取り組まれています。ナショナルセンター全労連の誕生は運動を大きく前進させるための道を切り開きました。農民運動の高まりの中で農村女性の要求を束ねて農民連女性部が生まれました。女性労働者、業者婦人、農林漁業の女性たちが連帯共同して開催する働く女性の中央集会は1956年に第1回集会が開かれました。2000年3月8日をスタートの日とする世界女性行進が始まり、日本でも連絡会が結成されました。2005年は何百万人もの女性たちが思いを一つにし、各国でキルトをつないで行進しました。されていないとして日本政府を批判し、厳しい勧告を出しました。また女性への差別問題として所得税法56条について初めて審議されました。業者婦人の要求と権利を守る全商連婦人部協議会は56条廃止の署名運動を多くの女性団体とともに広げています。たゆみなく続けられてきた核兵器廃絶の運動、今5月の NPT 再検討会議に向けた取り組みの中で、非核非同盟の世界へ、戦争をしない世界へと新しい歴史の扉が開けられようとしています。春の訪れとともに開かれる国際女性デーは1年の戦いの大きな出発点となっています。さあ、女性たちの願いが花開くように、世界の女性と連帯して立ち上がりましょう。
で、まあ、いろんな、まあ、経験があったと思いますけども、その投獄された時に、投獄されたその獄舎の窓から外中庭に女性たちが集まってですね、彼女にその頑張れと言っている、その時にこの今の女性たちの行進を歌ったんだそうです。それを聞いてエセルスマイスは自分の獄舎から歯ブラシを持ってこの行進曲の指揮を取ったという、そういうエピソードも伝わっています。でとにかくエセルスマイスについては、私は2008年に国立音大を退職したその年に半年津田塾女子大学で音楽とジェンダーというタイトルの講座を持つことができて、ものすごく嬉しかったんですけれども、そこで皆様ご存知だったと思います、津田ホールというですね、津田梅子の名を冠した素晴らしいホールが千駄ヶ谷にありまして、そこで津田ホールはせっかくある津田塾で音楽と女性の問題を読んだから、じゃあそこで女性作曲家のコンサートをやらせてくださいと私は理事会に言ったら、あ、それはいいです、もうぜひやりましょうってね、最初は大喜びで協力してくれたんですが、そのうちだんだんその要するにお金にならないコンサートですね。有名な作曲家ではない方、お客がいっぱい来る方、出すものばっかり企画して会場を貸し会場をして演奏者に出演とかからの大変ってことで、どん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 トーンダウンしてしまって、最初はもうぜひやってくださいって言ってたのに、1回目2回目は主催で津田塾大学でやりましたけども、3回目からは協力みたいな感じで、最後まで4回5回まで私はなんとか頑張ってやったんですけれども、最後の方はもう自分の自主企画みたいな形になりました。で残念ながらその津田塾大学も要するにお金との採算、お金の問題、それからあそこの地の利からしてオリンピック再開発があったのかと思いますけども、津田ホールというのはきれいになくなってしまいました。で今せっかく重要な、大変重要な音楽の拠点で、しかも津田梅子の名を冠して、そこで女性の作品をやれば一番いいし、なんていうか場所もいいし、誰にでも分かるし、そして400人ぐらい のキャパで一番集まりやすい、いいホールだったんですけど、その大変響きすぎず、ちょうど程よい環境の程度でですね、ここでやれるのが一番素晴らしいと思ってたのに、なんかそのやっぱり津田塾大の理事会も男ばっかりがやってるという感じで、その津田塾ホールをちゃんと使い切ることができず、そのまま消えてしまって、本当に私は怒りかけちゃって、で津田ホールがなくなりますよってニュースを聞いた時に、これを買いたいと思って、最後に何としても津田ホールで聴く女性作曲家コンサートシリーズっていうのをやりかけていたわけですから、5回という切りのいい形でにしたいと思って、5回だけ何とかできました。でその時5回目にやったコンサートのチラシは、これもプロ皆様に全部お配りすることはないんですけれども、ちょっと見ていただきたいと思いますが、なんとこういうサイトの名音です。平等と自由を求めた女性作曲家たちというタイトルにしてですね、まあ、今のエセルスマイスは、一等最初の年にですね、実は2008年に津田塾ホールで聴く女性作曲家第1回シリーズとしてエセルスマイスの、ピアノソナタ、バーリンソナタ、それからバイオリンとホルンの二重協奏曲なんて、大変貴重な珍しい作品を含め、1回目にすでにやっておりましたので、この最後の第5回目はですね、エセルスマイスはもちろん平等と自由を求めた代表的な作曲家ですが、もうしてあった、もう紹介済みだったので、取り上げませんでしたけれども、ここで特にドイツ人のグイーゼ・アドルファ・ヌボーというと、それからこちらはスウェーデンのエルフリーダ・アンドレーですね。でこのエルフリーダ・アンドレーという人はもう本当に極め付きのフェミニストというすごい作曲、すごい女性で、作品もすごく多彩です。とても素晴らしく力強いものです。それを今日ちょっと最後の方で一つ聞いていただきますが、こういうコンサートも行いましたけども、これが最後の津田ホールのコンサートになってしまって、本当に残念な思いをしました。でその間1回目がここに後ろに書いてあるんですけども、1回
回目は設置前のコンサートでしたけれども、2度目は、ピアノのいろんな曲を集めたピアニストたちの、それから3回目、4回目は作曲を話しましたが、オリーヌ・ピアノを見たコンサートを2回やっております。それで合計5回ということになりました。もし興味があるとしたら、このコンサートのプログラムを回しますのでご覧になってください。それとついでにちょっとご紹介しそびれていきましたが、いろんな作曲家の名前をリストアップした小林がこれまで実演で紹介した女性作曲家たちというコピーがあります。お渡ししてください。71人ぐらい名前がリストアップしてある A3 A4 枚のコピーが、それはこのコピーは実は、この作品本そのものを持ってこられませんでしたが、今日 の, その資料のメモの4番目ですよね。小林が実演で紹介人の女性作曲家のリストとして、各として視覚表情を合格第4巻がこの視覚表情合格という本なんですね。でこれの中に私の論文が柳海のことも書いたんですけれども、でそこで私は今までこれだけこういうコンサートでこんな形で女性作曲家、私一人で、考えたらでも70何人女性作曲家を実際に演奏できたんですっていうことで、その資料を論文に入れました。でその本がですね、もうすでにやっぱりこの絶版でちょっと大きくて重たくて今日持ってこられなかったので、その表紙だけちょっと見ていただければ、こういうものですね。最後の巻の時、最後に、他の巻がどういうふうになっているかっていう、こちらにですね、ジェンダー小説がどういう内容かって、あとの7冊がどうなのか、どういうか、このチェンシス放送の中でこの巻が一等冊に全部なくなっちゃったそれってですね、全然再刊してくれない、増刷してくれない、そのままになっちゃった。一応こういう本でしたって、はい、それでなんかいろんなお話とかまとまらない、バラバラにお話をしちゃって申し訳ないんですけれども、この後、もう一つだけですね、見て、じゃなくてごめんなさい、吉田隆人、さっきちらっと見えてましたけれども、平等とか、とか女性解放を歌ったという意味で、エセプスマイスがさっき出てきましたが、日本でも、吉田隆人という作曲家がいました。いました、はい。それでこの吉田隆人も実は大変有名な存在であるはずなんですけども、どういうわけか、未だによく知られてない。でも知る人ぞ知るで、いろんな情報は流れているとは思うんですけれども、この吉田隆人について、吉田隆人は NHK がもう経営者として辞めちゃったんですけども、こういう今度ドラマの EDV 特集でこういう吉田隆人についての放送をするので、ちょっと協力してくれないかみたいなことで、本当ですね。でその EDV 特集ってのは私にとっては苦い思い出で、慰安婦問題の番組改編をしたその当の番組ですね、あれでちゃんとまともにできるのかなってすごく心配だったんですけれども、一応いろいろ相談したら、その下請けのプロダクションの人はとても頑張っていろいろ相談してくれまして、出来上がったフィルムはなかなか、しっかりとできてました。でこれ45分かかるんですけど、ちょっとこれ全部は見る必要はないかなと思うので、一等最初に吉田隆人という人は一体どういう人か、どういう時代にどんなことをやった人かということで、簡単にダイジェスト版で吉田隆人を紹介するという番組ところがありますので、そこだけでも見ていただきたいと思いますが、どうしてもこれをちょっとやりたいと思ったのは、見ていただきたいと思ったのは、吉田隆人はさっき
あの国際女性展の中でも出てきたあの、治安維持法でものすごい過熱な弾圧があって、それの犠牲になったあの小林武史なんかに追悼の音楽を書いて、小林武史の合唱歌を作ったりですね、それからあの SS マーシと一緒、さらにひどい、何度も投獄されたんです、その絶対反戦、あの戦争に賛成とか伝説があったりそういうことを言わなくて監督はですから、何回も取り調べを受けて東北の経験をしました。4回あの暴力を使っているんですね。そういう、もうそういう意味ではあの時代に第二次世界大戦するんですけれども、反戦の意思を貫いたという人は本当に日本では珍しくて、ほとんどがもうあの高速のようなですね、もう戦争万歳っていう人たちがいて、そういう人の名前ばっかりたくさん残っちゃっていますけれども、吉田孝子は本当に例外的にただ一人と言っていいぐらい反戦を貫いた女性である。でそれから、まあ、非常にこう目立った美しい女性というか、恋愛の経験などの方法なんですけれども、例えば皆さんよく知らなかったかもしれませんが、あの三西幸太郎って方、あの人すごいかも、妻であった三西節子という大変な白髪があったりして、まあ、そういうことを三西節子のことを研究している人でさえ吉田孝子のそういう存在を全然知らなかったとかですね、そういうケースもあります。あのそれで最後はあの久保栄という、まあ、一番古の絵画の劇作家ですね、久保栄と結婚関係ではなくて、まあ、対等な同志としてですね、共作しながら、例えば火山灰地なんていうドラマの協力をして、そのドラマを書いてるんですが、ちょっと私ここで前に竹内さんの講座で林光という作曲家がすごいんだという話がありましたけど、その林光との関係でちょっと私ね、これもこういうこともあったんですけど、お伝えしたいと思ったのは、その火山灰地という、久保栄と、それから音楽は吉田孝子がコラボした作品が、数年前に久しぶりに民芸の総力を上げて再演されたんですけど、その時その吉田孝子の音楽全然伝わらないで、全く何の断りもなく林光の音楽になっちゃった。それで私はものすごく何これってびっくりして、別に林光さんが悪いわけじゃないんだけども、その人間の人とか、それから久保栄の信仰者とか、結局は女性の存在を隠していたというか、彼女はちゃんとこういうコラボをしていたのに今知られてない。それに比べて林光は本当にある意味こうカリスマ的な人気のある作曲家で、今でも自由の風のコンサートがあっても林光先生って感じの人、人がいっぱい演奏家をやったり演奏家の演習に立てさんたりしているんですけど、そういうこともあり、やっぱり実力そのもの、その金庫の女性の実績を評価するってことに対して、この吉田孝子でさえもそういう人的な姿勢も犠牲になっちゃったというのは非常に残念だと思いまして、ちょっとしつこくこれも、そこに書きましたが、何年に投与されたか、吉田孝子を知っていますか、戦争音楽女性という EPG 曲、2012年、だからもうそろそろ8年前の公演でしたけど、何回かその再放送もされて、あ、見ましたって人はいるんだけど、全然知らなかったっていう人も結構いるので、ちょっとだけでも見ていただきたい。はい、じゃあ。忘れ去られた曲がある。バイオリンソナタ2曲。
曲したのは吉田鷹。大正昭和の激動の時代を生き抜き、その後歴史に埋もれた。黒い式服にネクタイ、颯爽と指揮棒を振る鷹子は民衆の心をつかんでいた。一方、私生活では女と男の新しい関係を模索した。新進気鋭の劇作家久保栄と共同生活。二人は労働者のための芸術運動、プロレタリア運動に参加していく。プロレタリア演劇、プロレタリア音楽っていうことで結ばれてる。今と思うと、その同志っていう絆が、ご夫婦である絆とダブってあった。折しも戦争の時代だった。鷹子は久保と共に迫り来る戦争に抵抗した。自らの楽団を立ち上げるが、思想犯として4度警察に捕まってしまう。それでも自分の信念を曲げなかった鷹子。その後病に侵され寝たきりになったものの、音楽への情熱を持ち続けた。戦いの連続だった鷹子の生涯、その曲には熱い思いが込められていた。長く忘れ去られた作曲家吉田鷹子、その知られざる人生に迫る。全国から歌詞を募集して愛国行進曲を作った。レコードの売り上げは100万枚を突破。連日ラジオから流れ、音楽による戦意高揚の役割を担っていった。一方、鷹子は
あくまで民衆のための音楽を目指した。昭和13年3月、楽団創生第2回音楽会ではフランス革命を歌った自由の勝利を演奏。当局に睨まれないようにパリの賛歌と題名をカモフラージュした。しかし特攻の目は他国の監視を一層厳しくしていった。特攻はその後二度にわたって他国を交流。しかしおよそ1ヶ月の交流が解かれると他国は再び音楽活動を開始した。昭和14年9月、楽団創生第4回音楽会では庶民の暮らしを描いた作曲家ムソロムスキーの曲を演奏した。タカコは戦意高揚の音楽ではなく民衆の暮らしを描いた音楽を求め続けた。コンサートは満員札止めの大盛況。戦時下にもかかわらず人々は高子が奏でる民衆の音楽を強く支持した。しかし状況は劇的に変化する。昭和15年1月早朝、自由が丘の高子の家に特攻が押し入った。4度目となるこの交流は今までとは違い6ヶ月もの長期に及ぶものとなる。特攻警察の内部資料には当日のことが記載されている。1月、治安維持法違反で検挙者数48名。これまで政治関係者がほとんどであったが、この日は文化芸術関係者が数多く検挙された。1930年代の後半ということになりますと、37年から日中戦争が本格化するわけですから、総力戦体制の下での戦争遂行体制に障害となるようなものを全て排除していくというのが特攻の役割になるわけで、当局にとってみればそういう形で楽団創生の演奏活動、音楽活動っていうものが社会的に影響力を持つのではないかというふうに警戒を強めていったではないかというふうに考えます。この日、高子と関係が深い人形劇団プークのメンバー5人も検挙された。そのうちの一人、川尻金子さん、94歳。プークのメンバーだった川尻さんは、検挙された当日のことを今でもはっきりと覚えている。それで朝4時ごろね、ダン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 って叩かれて、それで何事かと思って開けたら、途端に土足でもう上がってきて、それで連れてかれて、私まで、新宿署に、その時は7人ぐらいでしたけど、いきなり、いきなりピーピーって張り倒されたんですよね。あ、これはちょっとただ事じゃないな自分でそう思ったんです。その時に部屋に小林武二が拷問されている、もうすごいんですよ。そういうね、写真がずーっと貼ってあって、無言の脅迫ですよね。それ入ってた時にそれ見て、ああ何だろうと思って、そういうもう無言の脅迫ですそういうようなところで、特攻は高子に楽団創生の解散を迫った。しかし高子は断固拒否。
このため交流は長引いていった。留置場は湿気が多く劣悪な環境だった。食べ物もろくに与えられず、夜中も取り調べが行われ、健康は害されていった。高子は寝たきりとなり、6ヶ月後やっと家に帰された。50分でいいですかね、あの時計で、50分までちょっと休憩とか。